髪がボサボサです。こんばんは。ちょっと待って、変な角度、充電器が。こんばんは。お部屋。今何映った？大丈夫だった？散らかっではないんだよね。ベッドが映っちゃったな。あのね散らかってはないけど、ゲーセンに取ってきたものがバレた。しょうがない、見せてあげましょう。都会に来ておいてゲームセンターに行く女、あゆ太郎です。また行ってしまった。見せていいよ。パンパカパーン。カービィちゃん、カービィちゃんとねねちゃんちのうさぎ、クレヨンしんちゃんのねねちゃんのうさぎ、なんかね、なかなか難しくてですね、そう、なかなか難しくて、あ、そうそう、何プレイかな、結構でも使っちゃったかな、いくら使ったかな、あんま分かんないけど、ちょっと使っちゃったな。分かんない。でも店員さんが、私はね、ゲームセンターのコツはね、店員さんと仲良くなることだと思う。なんか結局これはこう、えいえいって押し取ったんだけど、それに行くまでにちょっと時間かかっちゃいそうだなと思ったので、何回かやって、なんか結構お金は使っちゃったんだけど、だから、あ、なんか誰かが、あ今日、探しに、嘘、ちょっと待って、響いちゃった、いや一人目なんだけど、さっきーさんが嘘、行けばよかった。私も明日は、私1部と2部と5部と6部なので、それ以外だったら暇だから。サッキーさんは何部でしょうか。そう、朝から全然、3、4暇でもじゃんけんがあるから、そう、明日じゃんけんぽんは何時にあるんだろうな、分かんないし、もう顔がボロボロ。折れました。嘘でしょ。何部なのかね。じゃんけんポン。あ、そう、それで何だっけ、何話したっけな。だからたくさん、お金かかっちゃうなと思って、まあ多少使っちゃったんだけど、店員さんにアドバイスをもらって、そうで、まあよね、ほんとね、
自分で言うのもなんなんだけど、ここアームをね、片方のアームをここの中に入れたり、ここの中に入れたり、ここね、ここに、ここの中にぶつからずにアームの中に入れたり、ここにも入れたり、ここにも、ここにも入れるね。私プロだと思うわ。うん、そこめっちゃね勉強になる。基本的に足の股か股か、結構ね首とかここら辺が、ここら辺がね動きやすかったりするので、それか頭が重たいなって場合は、そうだから頭と首のここの脇とかを入れたりすると、結構ね、いい感じに動いてくれたりするんだけど、うん、そうそうそう、引っ掛けるっていうか、まあ引っ掛けて、例えば、うん、ここと斜めに行くとしたら、行く時とかいろいろあるんだけど、こことこことか、こことここに入れてこうやって持ってもらうとか、まあ単純にここに持ってボンってこうやって動かしていくのとか、いろいろあるんですね。そう、いろいろあるの。ふむふむ。そうそうそう、技がねいろいろあったりするんだけど、なんかさっきさ鼻血出てさ、配信中鼻血出たらどうしよう、またカバンに入んないからどうしようかな。うん、そう、持って帰るの大変なの。あ、5分7分57分ってなんだろう。さっきさんは1357 1357 5 1357、変わってるね。前は1256だから、そうだね、どっかで会えたらいいな。そう、あのね、すごく握手会で嬉しかった言葉がいくつかあってあれがね嬉しかった。あゆ太郎のパフォーマンスを見て公演で気になったので会いに来ましたってかっていうのがすっごく嬉しかった。もうめっちゃ嬉しかった、本当に。ちょっと肘の関係で傾いちゃう。うん、めっちゃ嬉しかった。なんかめっちゃ嬉しかった。なんかゲスの、ゲスの夢をこの間カトミナアンダーでやったんですけど、それもなんか生で見ててすごい良かったとか言ってもらえる人もいたり、あとはね、そうだな、そう、残酷な雨をすごい褒められたりとか、 すっごい褒めてくれるみんな、残酷な雨とか、なんかそう、公演を見て惚れましたとか気になって来ちゃいましたとか方が言ってくれるのは、なんか私はどっちかっていうと、最初期の方は、初期の頃は握手で人をこうよいしょよいしょってして、握手でねこうなんかこんにちはってギュッと釣ってないんだけど方なので、どっちかというとね、そうそうそうだからなんていうか、やっぱ嬉しい、普通に嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。なんかみんなはもしかしたら先輩のメンバーさんとか、なんかダンスが上手な人とかは多分言われ慣れてるかもしれないんだけど、やっぱり私はすごく嬉しいですね。うん、収穫？ん？あ、似てないんです。そう、だからすっごく嬉しかった。
あとはね、何が嬉しかったかな。でもそこが一番嬉しかった。残酷な雨、表現力、本当に？なんなんなん、そんなことないけど、顔芸がすごいよね。でもあゆ あゆの残酷な雨、顔芸すごいよね ね、顔芸がすごいんだよね。そうそう、いろんな握手会がやっぱりあるよね。こう、例えばお仕事が決まりましたっていうのとか、結構何人かいたのが、TIFF で普段塾さんと共演っていう、共演っていうかお写真を撮らせてもらったんですけど、その時になんかちょっと焼いたっていうのとか とか、あとは何がいたかな、何があったかなとかね、いろいろ面白いことがいっぱいあったんだけど、わかる気がする。だってあら あれ、意外と多いな。実は俺も嘘。そうで、普段塾さんはね、そう、すごく中の人、なんて言えばいいのかな、中の人はすっごく綺麗なお姉さんなんですよ。そう、なんだこの毛。そう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  普段、そう 女の子だよ。そうなの。あとはね、何があったかな。なんかでも生誕祭の話とかが一番多かったかな。TIFF とかサマースカパーサマーフェスとか、かなー。あとなんか今日すごい顔褒められた。5分と6分になった時 なんか知らないけど、なんか5分と6分になった時、すごくなんかわかんないけど褒められました。髪巻いたからかな。でも明日はちゃんと、明日はもっとちゃんと寝て、ちゃんと寝てですね、1部と2部は聞いてみない、拡散して、これから言うこと。1部と2部はなんと、当日券と押し増し券が使えるんですけど、ですね、1部と2部はですね、なんと制服で握手会をしたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしかったら 押し増し券と使えるんでね、そこの君待ってるよ。みんな拡散して。でもこうやって拡散しといてすっからかんだったらどうしようっていう恐怖しかないんだけどさ、今本当に怖いんだけど 1部と2部は基本的に人があんまりこう、ってくる感じじゃないから、あえて朝からみんなを起きさせようっていう魂胆です。トロゴはね、11時半ぐらいにね、上げる予定です。上がる予定です。作詞でしょ？知ってる？今日ね、スイッチの充電器がね、
なんか急に壊れてね、謎の出費が出たの。だからね、ショックなの、すごく。早起きしてね、みんな。そう、あれ、明日じゃんけんの本戦あるからさ。なんかね、眠くない。昨日の夜が遅くて、でも朝が早かったから、そうなの。だからね、まあ眠たくなくはないんだけど、何の話してたっけ？何の話だったっけな。寝る前にね、なんかちょっとスプラトゥーンやろうかなと思って、ちょっとピッて電源入れてみて、フレンドボタンに、私のフレンドのとこに、フレンド欄には大滝とダンスの先生がいるんですけど、大滝がオンラインになってて、あ、大滝やってんじゃんと思って、行ってみようと思って、大滝のとこに合流して、それで、ダンスの先生に「先生やってるから来てください」って連絡入れて、3人でやってたら 3人でおのおのね、インターネットでこう対戦していたら、時間がすごく過ぎていたんだね。すれ違う時並んでない、普通に買った。あるあるだよね、本当に。なんかね、スイッチの充電の、なんかスイッチの充電器って、そう、何時までしたっけな、4時過ぎ 4時過ぎだったね、時間を見ていたら。そう、まあそれで寝た、めっちゃ寝たよ。そう、充電器のなんか違うの使えるよって今コメントがあったんだけど、そう、私はスイッチの充電器って、そう、タイプ C、 そうなんだけど、なんかそのコンセントに挿す部分のなんかがごつくて、iPhone のさ、充電器って基本的にさ、なんか正規のやつはこういうやつじゃないし、あとそれかこういうちっちゃいタイプなんだけど、なんかそういうのがいいなと思って、だから USB から充電できるものを買ってたんだけど、それを使ってて持ち歩いてたら、そう、ごついから重たくて、だから USB タイプの充電器を使っていたんですけど、それがね、正規のじゃないんだけど、多分それがあのね使えなくて、接触できなくて、なんかだからあの買い直したの。そう、はい、出費、そうなの、ほんとショック。カツカツだよ、まだ頭なのに。そうなの
フロントで貸してもらえるのは携帯だよね。そうなの。タイプ C 対応するのないからね、あんまり。そうなの。スイッチのゲームソフトで一番面白いのはスプラトゥーンです。次はマリオカート。あゆがその次に気になってるのは、なんかそのうち出るマリオのやつ。マリカはね、あゆはバイク派なの。そう、マリオが欲しいの。スイッチ売ってたよ、あゆ買った時。なんかさ、マリオカートのくせにバイクかよって感じなんだけど、マリオカートのカートってタイヤが1、2、3、4個ってついてて、なんかピョン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 ってなんか1、2、3、4みたいな感じで、なんかよくわかんないんで浮くんだよね、あの技。が個人的になんかあれなんで、 あの技あんま好きじゃないんで、バイクのドリフトでハンってやってます。四輪のがあんまり好きじゃなくて。そうなの。いや、個人的な意見だから。しかもバイクよりカートの方が強い説普通にあるし。リアルでバイクはね、乗りたいと思わない。なぜならパパが昔事故ったから。若い時事故ったんだって。ゲームソフト届くけど、届くみたいだけど、そう、届くんだけど、私まだ受け取れてないです。大丈夫だったよ。なんかめっちゃ昔って言ってた。それ聞いてなんか怖くて乗ってないというか、取ってないとか、免許ないんだけど。 なんかどうでもいい話っていうか、どうでもいい話じゃないんだけど、あ、そう、なんかバイクは包まれてないから怖いなって思う。あと、でも車も怖いけどね。でも自転車も怖いけどね。めっちゃさ、徒歩は怖くないよ。でも雨降ってる時の、来ました、中井理科士から LINE が来たんで、ごめんなさい。暇してますか？みたいな LINE だった。なんかさ、めっちゃ真面目な話になるんだけど、ちょっとさ、真面目な話になるのかもしれないんだけど、なんかあれだね、なんか16期さんは このことを話していいかわからないんだけど、私が触れていいことかわからないんだけど、16期さんはあれなんでしょう、3人こう公園に、こうね、出演でき、あれはさ、固定なの？公園。実力不足で。
か。固定なんだ。そっか。なんかすっごい胸が苦しくなりました、それを聞いて。うん、なんか人あるあるなんだよね、それがこの世界なんだけど、なんか絶対ね、なんか別に同情してるわけじゃないし、でもなんか重なる部分は、私はすごく過去の自分と重なる部分がなんかあって、うん、うん、ね、なんかもし将来、まあなんかね、もちろん、まあ、全然あれなんだけど、なんかなんていうかな、例えば私に後輩ができるとしたら、やっぱりためになってあげたいなって本当に思った。でも全然あれなんだけど、なんかなんかなんて言ったらいいか分かんないけど、うん、分かるんだよ、分かるんだけど、うん、なんかそれがしょうがないことっていうか、それがこうやってきたことだっていうのは分かるんだよ。自分もこう、うん、みんなと同じスタートだったのにこう置いてかれてっていうのがあったから、だから分かるんだけど、なんかね、なんか来るものはすごくある。絶対苦しいと思う。だから絶対見てないと思うけど、その子たちのファンの方は絶対支えてあげてほしいなって思った。きっと支えてくれてると思うんだけどね。厳しいけど、だってみんなまだ若いだろうし、いろいろあるよね。なんかこう来るものはある。部活だなんてきっとメンバーも思ってないし、私も最初ね、すっごい言われたけど、誰も私そんなつもりないのに部活じゃないんだよって言われて、いや知ってるのに、なんでそんなこと言うんだろうって思ったりもした時もあったな。そんなの、自分もアイドル好きでアイドル入ったから。心ない人もいる。だからすごく応援しています、私は。でも近い人にも部活じゃないんだよって言われたし、ファンの人にも言われたし、だからそれですごい悔しい思いをしたのを今思い出しました。そう、しかも最初なんて何頑張ればいいか分かんなかったなって思った。頑張ってるんだけど、ダンスのこう上がる、何も私やってこなかったから、ダンスをどこにどう力を入れたらこれがこうみんなみたいに綺麗に見えるのかとか全然分かんなかったから、絶
対大変だと思うなって思った。うん。うん。だから自分の例えば NGT48 に後輩ができたら、いや、うん、こうね、なんか少しでも辛くない風になってあげたらなと思った。だってさ、それが同じと分かっていても結構例えば私 NGT は25人でやってきて、間違った、26人でやってきて、でも一気にドンって、今まで25人で全員でやってきたのに急にそこで10人と16人にこう切られた時は、普通に仲間としてもこうやっぱりステージに立てる立てないプラス裏のこと的にやっぱりキラキラ輝いてる子たちの後ろをこうやって悔しいなって思ってるのは、なんか結構ね、そっちの方も悔しかったりするなって思った思い出した、なんか、うん、そう、なんか見てるしかない、練習もするのはそうなんだけど、でもこうそれをこう見てるしかないのは、見ることしかできないのはすごく、うん、悔しいなーって思った。なんかうん、きっと私よりも悔しい思いをしてるアイドルさんなんてめちゃくちゃいるんだけどね。うん、そう、もう48グループのあれなんだけどさ、なんかないかなって思った。なんか、うん、まあ、自分も人のこと言ってる暇も全然ないんだけど、自分も全然余裕ないし、うん、セカンドシングルのこととかもめっちゃ考えるし、うん、そうなんですよね。うん。パフォーマンスを見て、うん、うん、流れちゃった、すごい。ね、セカンド入りたいなーって思う。うん。入りたい。めっちゃ入りたい。うん。最近いろいろ考え込んでしまうことがあるんですけど、でも考え込んでも仕方ないから。うん、でもなんかもうさ、あの感じも嫌だよね。選抜発表ってほんと嫌と思わない？なんかあのバン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 みたいな感じとか、いや一番やばかったのはほんとさ、ファーストのさ、なんかもう
こちらです、ダラランが一番ホット、え、あ、いないみたいなのがさもう一番あれだったけど、うん、え、みたいな、え、今みたいな、え、みたいな感じのがホント本当あれ、え、みたいな感じだった。うん、そうなのうん、あれね、めっちゃあっさりしたよねそう、はいみたいな、うん、悔しかったなあれはうん、ね、もうあっけだった最初、え、みたいなうん、でもそうだな、うん、例えばショールームの選抜とかね、ほんと楽しみなとこもあるし、だからね、あと何があったかな、早くそれが見、なんか今日はあの MV がさ、公開されてたじゃない、握手会会場で、でもプライベートサマーはまだなのでね、早く公開されないかね、うん、そう早く見たいよね、みんなでね、そう、太郎ちゃんが一番スタイル良かったよ、待って、どこの話、え、うん そうプライベートサマーいい歌だよ、うん、そうどこで解禁なんだろうね、うん、そうだな、でもあれは、うーん、あと何があったかな、いろいろあるんだけど、何、待って、頭が回ってこなくなってきた、忘れてしまったで、何があったっけな、忘れた、何が、あ、そう、じゃんけんだったうん、じゃんけんだった、じゃんけん、そう、じゃんけんもね、じゃんけんは私は自分の運でさ勝ち取ってくるから、みんな待っててよ、今年はいける気がするんだ私ね、カニちゃん今いないけどあのね、なんかほくろ占いっての人がいて、の方がいてですね、ほくろ占いの人になんかなんか占ってもらったら、これがなんか有言実行する、有言実行ほくろで、あ、見た？有言実行ほくろで、なんかなんだっけな、なんかちゃんと言うと有言実行するから、物事はちゃんと言った方がいいみたいなので、あとはね、もう一個手のここにほくろがあるんですけど、これがなんか運をつかみ取るほくろって言ってたから、
そう。だからね、これでね、この手で「デイ!」って弾いたらシードだったの。だからいけるんじゃないかな。足かゆい。な気がする。今何時だろう。ねえ、30分って言ったのにもう10分も過ぎてたよ。よし、そんな感じで明日も握手会なので、楽しみたいと思います。みんな拡散するんだよ。1部と2部は握手会、当日券、あとは何、当日券と押し増し券が使えて、1部2部は制服です。制服を着ます。このことをですね、皆さんぜひお伝えしていただきたいなと思っております。そうだよ。見てくださった皆さん、ありがとうございました。きっともしかしたら初めましての方もいてくれたかと思いますが、ぜひぜひフォローの方よろしかったらよろしくお願いします。目かゆい。13位、ひでひでさん。12位がエレンさん。11位がアンドゥさん。10位パンダのテイオーさん。9位入り口間違えましたさん。次は8位のりのさん。7位、7位は ハムゾーさん。6位がおたけさん。5位がたけちゃんさん。4位たろたろさん。3位としさん。2位ゴンタムシさん。1位誰だろう。1位がいないぞ。昨日の公演太郎の親族来てないですよ。あ、1位タカさん、ごめんね、なんか見えなかった。よし、見てくださった皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。絶対に勝ちまーす。これで負けたらフラグ回収。イエーイ。バイバーイ。お風呂入る。眠たい。